じゃあ次は、芝2デストロイヤーっていうやつですね。あ、でもこれデストロイヤーって書いてないけど、デストロイヤーでいいのかな。そうですね。これね、亀井さんが買ったやつです。書いてたら書いてなかったですね、松間さん。やっぱね。松さんがこれを最近購入してテナーで使ってるみたいですが、どうなんでしょうか。デストロイヤーだからね。デストロイヤーだからやっぱりなんか破壊神だから、ね、破壊神だからやっぱり殺しそうな感じの音が出ると思います。行きます。うっさコントロールすごい上手い人じゃないと本当使えなさそうな感じがする。いやの中でね。だからだってさ、今さっきのさ、ローバッフル2つに比べてさ、まあローバッフルっていうほどローバッフルじゃないけど、2つに比べてさ、やっぱ音が全然違うよね。頭おかしいでしょこれ。4段階ぐらいあるよバッフルが。ですね。はい。こうなってて、と映しきれないかな。まあ。すごい音になってるの分かりますよね。あとなんかね、この奥にね、なんか中にね、ひらひらみたいなのが、ね、なんかそう、ビラビラみたいな、なんか入れたら気持ちよさそうなみたいな感じになってますね。セオワニ3本吹き比べ、ご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあね。